Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce Let's Play sur Shadowbringer, la nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Dans cet épisode, nous allons voir que à peine sortis de notre convalescence, nous allons partir à l'aventure pour sauver l'Exarch qui a été enlevé par la Sien qui voulait nous aider. Je vous souhaite donc une bonne vidéo, une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand est-ce que vous la regarderez. Et je vous dirai à bientôt. Allez, salut, bye bye.神女の間は奥にある扉の先です。鍵は開けておきましたので自由にお入りください。私は外でお待ちしています。あなたの用事が終わったらまた施錠しますので声をかけてください。では、水晶庫。いえ、真なる名は
グラハティアでしたね。あなたは第一世界の住民ではなく原初世界の、それも第八霊災が起きた未来から来たとおっしゃるのですか。時間と世界を超越し、霊災の要因を排することで、かの英雄を死の運命から救おうとしていると。ああ、唐突な話で信じがたいだろうが。いいえ、疑っているわけではありません。第八霊災が起きるという話も、あなた自身のことも。ただことはあまりに重大です。もう少し経緯を詳しく伺っても。もちろんだ。始まりは、そうだな、第八霊災で多くの犠牲者が出る中、シド・ガーロンドとその仲間たちが生き延びたことだろう。彼らは終わりのない戦乱を鎮めようと様々な手段を模索していった。そのうちの一つが、かの英雄との冒険から着想を得、彼らが生涯をかけて追求した理論、時間の流れを渡り、次元の狭間を越えて世界を跳躍する方法だ。だが彼らがそれを確立したのは晩年。実践するかどうかは次の世代の判断に任された。その頃になっても戦火はまだ燃え広がり続けていた。人皆うなだれて言っていた。この世界はもうダメだ。人は道を間違えたのだ。そんな中で誰かが言った。私たちがもうダメだとしても、こうして生まれたことを無意味にしてなるものか。別の未来への可能性をこの手で開くのだ。天才たちの残した知恵で第八霊災の発生を阻止しよう。それに賛同した人々は、戦争の続く中で長い長い時間をかけてシドたちの理論を実現させていった。そうして霊災発生から約200年、計画に必要だったクリスタルタワーの再起動に成功し、その管理者たる私も同時に目覚めたというわけだ。それまでの研究で霊災の大まかな仕組みや第八霊災の時に統合されたのが第一世界だったことは明らかになっていた。あとはシドたちの理論に基づいてこの塔を改造、転移に際して必要なエネルギーもこいつなら集積できる。そうしてあなたはクリスタルタワーごと統合される前の第一世界へとやってきた。統合よりも少しだけ前に到着するつもりが、100年近くも早くなってしまったがね。目印を用いてなお両世界の時の際は計りがたい。とはいえ結果的にはそれで正解だった。罪悔という光の加護なしには倒せない相手がいた以上、彼を呼ぶための時間が必要だったのだから。なんと果てしない道のりか。
その計画がここまで進んでこられたのはまるで奇跡です。歴史を書き換えた結果がどういった形で出るにせよ、あなた方はあくまで第八霊祭の先にいる存在。霊祭の発生を阻止したところであなた方自身が救われることはないとお気づきでしょう。ああ、よくわかっていたさ。だからこそシドたちも可能性を残しておきながらやれとは言わなかったんだろう。自分には何の見返りもないと知りながら他人の幸せのために心血を注ぐのは簡単なことじゃない。ましてや誰もが明日をも知れぬ身の混沌とした世においては、こんな計画が形になったのにも偶然ではない。彼だよ、あの英雄の冒険団が人々をつないでいたんだ。どんな絶望の底にいても立ち上がった人がいた。終わりないはずの戦いに終止符を打った人がいた。嘘みたいにまっすぐとあの英雄は進んでいく。その歩みは語れば勇気に、聞けば希望になる物語として、絶望の時代の底かしこで輝いていた。時には亡国の歴史にかけがえのない名優として刻まれていた。またある時はボロボロになった手記の写しにその冒険が綴られていた。辛い夜を越えるためにその物語を語り継いできた人々もいた。第八霊祭の阻止に賛同した人の多くが言っていた。あの英雄のために自分ができることがあるなんて上等だと。遠くの星だったはずの彼に思いが届けられるなら、みんなでこう言ってやろうじゃないかと。あなたという英雄の残した足跡は死してなお人の希望であったのだと。だから私はただの代理人さ。この計画の成功をもってあの人に命を届けに来た。なぜそれを私にだけ打ち明けたのです。すまない、そこは打算的な動機なんだ。あなたに協力者になってほしくてね。あなたは教えてくれただろう。以前第一世界が光の氾濫の危機に瀕していると知ってニンフィリアを送り込む手引きをしたのは自分だったのだと。それはおそらくあなたにとって苦渋の決断で、だからこそ彼女の守ったこの世界を救わねばと覚悟している。そのために必要な対価があったとしても、あなたなら進むことを選んでくれると思ったのだ。対価ですか。この計画の終わり、
全ての大罪杭を倒した時に私は光を引き受けて死ぬ。あなたの仲間やいつか来るあの人がそれに気づいたら、彼らのことだ、計画を止めようとするかもしれない。だがそれでは誰も救われないのだ。だから計画の全容を悟られないためにも、ウリエンジェ、どうか協力して私が話した第八霊祭の危機をあなたが次元の狭間で見たことにしてもらえないだろうか。本当にあなたは、それあの人の名はちゃんと未来で待っていたなら、それを助けに行くのは誰にも譲れない。何があったって悲しい結末になんてさせるものか。分かってると思うが、お前は危険な状態にある。また暴走が起きれば、今度こそ理性すらない化け物になり果ててしまうかもしれない。何をしたってお前自身はもう助からないかもしれない。それでお前はどうしたい？それなら行こう。エメトセルクの言っていた黒き海テンペストには心当たりがある。コルシア島周辺に広がる国風海、嵐大きあの海に奴の根城があるはずだ。こちらにいらっしゃったのですね。あなたがお目覚めになったとの知らせを受け、一度こうして集合いたしました。
そのご様子では水晶校についての説明はもはや不要でしょう。私たちもウリエンジェから聞いたんだ、水晶校の正体。彼の真相を黙していたことについては一切の弁解をいたしません。いつかあなたが水晶校の計画の全容を知ることがあれば、いかなる罰でも受ける覚悟で彼に協力いたしました。今でもその決意に変わりはございません。ですが、真相を知ったあなたは私を糾弾するよりも嘆くよりも先にこうなればこそ、私をどうかお連れください。この身、この知恵をもって必ずやあなたの力になりましょう。ありがとうございます。あなたの優しさと水晶校の願いに報いるため尽力いたします。私は賛成できません。ウリエンジェがついていくことではなくて、あなたが出かけることが心配です。私は本当に応急処置しかできなかった。何のきっかけでまた光が暴走してしまうか分かりません。だからどうか少しでも安静にしていてください。解決方法は私きっとって何よ、私たちには当てすらないじゃない。アリゼ、リーンは分かってる、分かってるわよ。私だってリーンと同じ気持ちに決まってる。だけどできもしないことを約束するのは優しさなんかじゃない、ただの嘘よ。現に私たちはこの人が目覚めるまで死ぬ気で解決方法を探そうって決めて散々駆けずり回って、でも何もつかめてないじゃない。それなのに行くななんて言えない。だからせめて私は、私たちも君と共に行くよ。希望を見つけ出すのにだってまず歩き出さなければならないのだから。他にしるべもないのだもの。あなたは自分の思うようになさい。私たちはそのそばで目となり力となりましょう。一縷の望みだってお前もそれでいいな。俺たちにも何かできることはねえか。事情はさっぱり分かってないが、大事な戦いの最中なんだろう。水晶校が戻るまで私たちが代わりに闇の戦士様の役に立たなくっちゃね。彼らに事情を話したのかい？いえ、そういうわけではないのですが。はっきり言われなくたってみんななんとなく察してたぞ。なんてったってお前たちが向かった先から夜が戻ってったんだからな。
俺は最初に水晶校の同郷を名乗られた時からそうじゃないかと思っていた。コウはずっと誰かを待っていたから、それがついに来たのだなと。自分はその水晶校があなたを迎えに行った時からただごとではないと感じておりました。コウがあんなに嬉しそうに走っていく姿など生まれて初めて見ましたゆえ。私も自分だって、あなた方と水晶校が本当はどこから来て、どうしてこれほどのことをしてくれたのか、僕たけれどみんな心から感謝しているんです。だからあなた方の力になりたいし、コウがもし今辛い思いをしているなら助けて差し上げたい。何、さすがにこの人数を連れてはいけないと思うけれど、いかがかしら闇の戦士様。ウィールサハヴィランビスメール。おお、皆さんいねえわね。あま足りない。ファレンシロー・ウィスロン、アッダシアイルイナル。バウルスアスリン、オフォーソン、イルグーシ。妖精語はわからないけど、あんまり気乗りしないって感じね。
私のスネアクったら、ついに学んだのね。それに、あなたならきっと進むことを選ぶと思っていたわ。本当に可愛い人。もちろんお手伝いしてあげるのだわ。ビスメル、ウィンピクト、バンドロム・イトロム・ヤクム、バンリエード・リリエおはようのソッハ、ウィン・イスン、イスネリエン、トリエン・ロー。戻ったら肺でこの子の歯を磨くこと、礼儀を忘れてはならないのだわ。ええ、承知しております。妖精王、あなたにも深い感謝を。さあ、交渉は成立、出発の時間だわ。振り落とされないようしっかり捕まるのよ。その旅路に我ら妖精の祝福を。インバ、きっと無事に戻ってね。おー、ファルロイズ、バネンナルシーサ、ディルシタルナイ。しまったな。な、仕方ないんじゃね。全部は変わりっこなかったんだよ。今ユールモアの連中がちょっとマシになっただけでも歴史的大事件だったと思うぞ俺は。けどよ、大昇降機が動いた時のあの感動、巨大タロースが立ち上がった時のあの衝撃、忘れられねえんだよな。うわ、なんだあれ。なんかすっげえのが飛び込んでったな。おい、ちょっと待った。こいつはえらいこっちゃ。そう、安め、足りない。
ビスマルクの吐いた息は国風界の底に巨大な気泡を生み出した。あらわになった決戦の地、テンペスト。空が再び光に覆われた今も、ここはどこか薄暗く、いつか光は嫌だとぼやいた男がどこかにいることを予感させた。その終着点に向けて、英雄は今最後の冒険を始める。